はい、皆さんおはようございます。今日は2023年1月10日8時頃ですね。今日は大雪なんですけどね、何センチですか、44センチね、44センチ、これだけ降っても除雪が入りません。昨日の天気予報でもね、50センチの降雪があるということなんで、初めから分かってんだけどね、除雪が入ってきません。これで2回目ですね。こんな市民生活が守れない市長なんてやめてほしいね、本当にね。今年は何回これ雪害に遭わなくちゃいけないのかね。もう怒り心頭もいいとこだね、これ。こんなに降ってね、市民生活守れないんだろう、本当にね、何をやってるんだ、何もしなくてもいいから除雪だけちゃんとやってくれって本当にな。今日も怒りのビデオになったね。なんで昨日から分かってるのにやらないんだろうね、これ。全くどうもならないね。今は本当の朝方は除雪しないなんてね、わけわかんないこと言ってんだよ、本当にな。市民が生活できないのに朝もクソもないんだってろ、この野郎。本当どうもならないよ、これ。今からでもいいから除雪してください、本当にね。これ全然、もう生活できないんだよ、これだろ、本当に。いやー、頭に来るな、本当に今年はな。怒りのビデオでした。またお会いしましょう。さよなら。はい、皆さん、こんばんは。今日は2023年1月10日、17時ですね。ここは札幌市南区藤野ですね。今日は大雪が降りました。よいしょ。ねえ、何センチ降ったんでしょうか。入っていかねえの。いやー、これどうしたらいいかな。硬くて入っていかねえや。あら、入っていかねえ。入っていかねえな、これ。どうなってんのさ、これ。入ったか。はい。約70センチですね。ね、70センチの雪害、雪害、ね。70センチも降ったんですけども、除雪が入ってきませんでした。ね、市民生活が、ね、できないっていうのに、本当にふざけた話だ、本当にな。札幌市が終わりましたね、本当にね。市民がこれだけ雪害でね、生活できないのになんでこれ除雪入らないんでしょうかね。全くよくわからないな。札幌市の行政が終わりましたね。札幌市は死にました。市民生活をほったらかしてね、何もしませんね、これ。どうしてなんでしょうかね。水害になるとね、一生懸命みんな救助したりするんだけど、これだって雪の災害なんですよ、これね、雪災害。雪の大災害ですよ、今日はね。札幌市は何もしません。ふざけた話だ、本当にな。いや、今日は一日頭きた。今日は怒りのビデオで終わったな。またお会いしましょう。さよなら。